公園といっても周りに遊具は見当たらない。あるのは生い茂る木々とその間から刺す木漏れ日である。いちこはここに来たことあるの？昔来たような記憶はあるよ。忘れちゃうくらい前の話。なんかいい場所だね。あら、こういう自然とか好きなんだ。ビル街よりはね、人だらけの場所よりは息はしやすい。確かに、私も好きだよ。誰もいない緑だけの場所。ここまで広くない、もっとチャチな公園で虫取りとかしたな。ああ、やっぱりこの子、全人工物じゃないよね、こんな言い方って。それはさっきの昔来たようなというのとは別？そうそう、それよりはだいぶあったの。全然違う公園。意外といろんなところに行ったことあるんだね。転々としてたからね。ちなみにあの店で4カ所目。え、ちょっと待って。この子ってその目的のために作られたわけじゃなくて、なんか別の場所にいたってこともあるよね。こういう仕事じゃなくてね。もしそれまである程度の自由があったなら、4代目であの店が所有者になったのは不運と言えよう。まあ現所有者の自分は彼女と死のうとしてるのだが。見て、綺麗。あ、いちこの視線の先には一面のひまわり畑が広がっていた。いいね。写真撮ろう。いちこに言われカメラを構えると、違う違うと手を引かれた。二人で撮ろうってこと。うまく入るかな。これから死のうって言うんだけどね。なんか主人公をなんか死なせないようにしてない？なんとなくさ。人物もひまわりも入れようとすると、これがなかなか難しい。しばらく悪戦苦闘していると、通りかかったカップルが代わりに撮ってくれた。お、やったね。あ、こんな顔してたんだ。やっぱ目がちょっと病んでるね。二人が去った後に写真の出来を見て、いちこは満足そうにうなずいた。家に使えそうだね。家か。どういう感想？人生を代表する写真にしたいくらいいいってこと。写真はあの世に持っていけないでしょ。いちこの言うことは間違ってはいないが、あの後こんな会話がされていようとは、撮ってくれた二人は思ってもいないだろう。ね、あの道をどっちが先に抜けられるか競争しようよ。いちこが指差した方を見ると、ぐんと伸びたひまわりが並ぶ間に細い道が続いていた。お先に。抜けがけかけていくいちこの後を追う。いちこの足が速いのか、自分の足が遅いのか、姿が小さくなっていく。背の低い彼女はひまわりに隠れ見失ってしまいそうだ。待って。道が蛇行しているせいで時折姿が見えなくなる。この先にいるのは分かっているので、なぜか不安に駆られた。待ってってば。不意にいちこはひまわりの中へ消えてしまいそうな感覚に襲われた。まるで鮮やかな悪夢のような。置いてかないで。思わず大きな声を出すと、遠くでいちこが振り向いた。こちらへ走って戻ってくる。そんなに必死に叫ばなくても、一本道だからはぐれないってば。そうだよね。ごめん。いやいや、こっちこそ。ついテンション上がっちゃってさ。せっかくの旅行だもんね。一緒に行こう。晴れていたはずの空はいつの間にか雲で覆われ始めていた。ではめくるのかな。聞いた時間の30分ほど前から家から少し離れた場所で待ち始めた。ごめんね、付き合わせちゃって。俺もいちこが会いたいのがどんな人か気になるし。でもこんな場所で待たなくても、時間が過ぎてから家に行けばよかったんじゃない？あの子が家に着いた時点でアウトなの。本当は落とし物なんて届けてないんだから。あの子。あ、そうか。
話す。いちこが会いたい人って男？女？男。あの子って言ったから、男の子ってことか？その人のこと、好きだったの？うん。今でも、世界で一番好き。男の子が。なんかさ、なんか、やるせない顔してるね。よそ見してると見逃すよ。なんかこの、主人公くん、若干ちょっとジェラシー感じじゃない？触れさせないようにしてる。なす。いちこはその人とどういう関係だったの？元所有者とか。ううん。そういう人たちより、もっと昔の人。あ、じゃあ男の子じゃないか。作った人？それよりは前かな。いや、あと？どっちだろう？その、俺はその人を知らないし、好きな人のことを悪く言いたくはないけど。その人がいちこのことを大切にしていれば、あんな店にいなくてもよかったんじゃないの？どうだろうね。あんな店の元お客さんに言われたくないかな。うわ。ごめん。ま、君に変われなければ、ここに来ることはできなかったわけで。悪い出会いではなかったと思ってるよ。君も、最後にしたいことはしておきなよ。なんだろうね。俺はいちこと過ごせれば十分だよ。よく言われてる話だけどさ、人類40億の半分は女なんだよ。まだ若いんだし、よりによって私なんかでなくても、ね。なんか、いちこちゃんさ、見た目はこんな感じだけど、明らかになんか割といい歳だよね。いい歳っていうか、なんだろう。20歳、もっといってるよね。20、いくつ？下手したら30？みそじ超えてんのかな？わかんないね。なんか、こういう技術って10年前とか言ってたから、そうだな。20歳、もうちょっと上かな？わかんないね。俺にはもう、いちこしかいない。おー、そうか。そこまで順調か。なす。明日はどう過ごそうか。電車乗って少ししたところに、水族館あるらしいよ。海も近いし、夏らしく海水浴もいいかもね。水族館、海水浴。この二択だ、かな、やっぱり。水、平気なの？平気だよ。なぜなら。エッチなことに水っぽいものはつきものだから。あらら。あ、雨降ってきた。一雨来たね。折りたたみ傘あるよ。へえ、さすが、頼りになる。わざとらしい。ちゃんとそう思ってるのに。ああ、何でも素直に喜んでくれるところが可愛かったのにな。可愛い。でも、ちょっと嬉しそうだから、いっか。なかなか来ないね。そうだね。すれ違っちゃったか、もうとっくに帰ってたか。小雨のうちに、そろそろ行こっか。そんな、大切な人なんでしょ？いっそ、もう一回家に行って、正直に話した方がいいって。無理だよ。いたところで、怪しまれて会わせてもらえない。罪だよ、罪。潔く諦め。ハルト？ハルト。いちこがそう呼んだのは高校生くらいの少年だった。高生、15から18。少年は振り返ったが、不審そうな目をし、気づかなかったふりをして去ろうとする。一ノ瀬ハルトくん、だよね。そうだけど。歩みを止めた少年の前に雨に濡れるのも気にせず、いちこが駆け寄る。元気？もうどこも悪くない？あ、もう知り合いなんのかな？え、まあ。よかった。
大きくなったね。本当に、本当によかった。悪くないってなんだろう。は？てか、誰だよお前。ごめんね、名前は言えない。けど、あなたのお母さんから伝言を預かってきたの。お母さん。あなたのお母さんは、あなたのことを愛してる。そこまで行ったところで、いちこは少年に突き飛ばされた。すぐにでもそばに行きたかったが、足が動かない。キモいんだよ。お前に何がわかる？あの女は、金だけ残して、俺を捨てたって、クソじいじいとクソババアに散々言われた。病気の俺が、邪魔だったんだよ。ああ。今、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてるってことだね。どこのドイツか知らねえけど、子供だからって舐めた口聞いてんじゃねえ。二度と俺の前に現れるな。これは、わかったかも、少年は一子を睨むと走って行ってしまった。地面に座ったまま雨に濡れる一子だけが取り残された。一子ちゃんはもしかして、大丈夫？ようやく近づく勇気が湧き、傘を差し出した。一子は問いに答えない。傘を見るでもこちらを見るでもなく、立ち上がり歩き出した。再び一子の体が雨に打たれる。降り始めた時から雨はだいぶ強くなっていた。そのまま後ろにいて。見られたくない？雨に負けないようにか。声を張って一子は言った。後悔なんてしてないよ。あの子の元気な姿が見れたらもう十分。あ、やっぱり。私がどう思われようが、どうだっていいの。背を向けた姿から表情を読み取ることはできない。励ますこともあの彼を責めることもそぐわない気がする。ふと一子が以前してくれた例え話を思い出した。一子はあの子を助けるために悪魔と契約したの。あ、そうなんかな。悪魔っていうのは比喩だよね、多分。数秒、雨の音だけがその場を支配する。あ、ちょっとすごい悲しくなってきたな、ちょっと待って。雨と泥に濡れ、やはりこちらへ振り返らないまま一子は答えた。親として、したいことをしただけだよ。やっぱそうか、お母さん？むしろ、助けられたのは、私の方なんだ。あの子が生まれてきてくれたおかげで、私はここまでやってこれた。幸せだよ。自分がしたことは無駄じゃなかったって、分かったんだもの。多分、なんだろう。お金かな？だから、ね、今、笑えてるでしょ？多分、振り向いた一子は確かに笑っていた。その頬を伝うものが雨か涙かは分からなかった。なんだこの服は。一子の服が汚れてしまったため、ショッピングモールで新しい服を買うことにした。どう？似合う？これは君の好みかい？趣味？試着室から出てきた一子はくるりと回ってみせた。いいと思うよ。君が首輪の管理者になって、君好みの服を着て、いよいよ君のものって感じだね。俺好みなんかい。嫌な言い方だな。面白いなぁ。君の趣味が丸わかりだ。そうなの？俺の趣味というか、一子に似合いそうなのを選んだだけだよ。そうかそうか。嬉しいよ。可愛いし。でも、いいの？首は丸見えになるけど。あ、ほんとだ。あ。まあ、いっか。通報されたら、その時はその時だ。え、いや、それは困る。
大丈夫だって。パンクみたいな、ファッションってことにしとけば。まあそうね、チョーカーだね。そうかな。多分ね。やっぱり、変えよっか。やーだ。もうこれがいい。結局、このワンピースを買うことになった。夜はホテルに泊まり、コンビニ弁当を部屋で食べた。最後から一日前の晩餐なんだから、もっといいもの食べればいいのに。コンビニ弁当か。いいんだ、食事にあまり興味はない方だし。それに一子は水だけで自分だけ食べたら、周りに変な目で見られそうだから。あ、なるほどね。ああ、なるほど。うん、なるほど。腰から充電しながら一子は言った。こうコンセントに繋がっている様子を見ると、機械なのだと再認識する。あ、でも、そういうことなのか。ものじゃないよね、本当に。どういう構造なんだろうね。痛いってことになるね、じゃあ。寝る前に一子に尋ねられた。本当に、何もしないで寝ちゃうの？うん。一応確認するけど、君は私のこと好きなんだよね。心中したいくらい。その辺がちょっとわかんないんだよね。間違ってはない。セックスしないの？お、ストレートに。な、え、って。どうせ死ぬなら、好きな人とセックスしてから死んだ方が良くない？だって一子は俺のこと好きじゃないでしょ？そうだね。わかってたけど、即答か。ごめんね。年下すぎて、息子みたいにしか見えないんだもん。ああ、そうか。高校生のお母さんだからな。うん、なるほど。うん、思ってたより上だったんだな。でも、君の人形として、ご奉仕ならしてあげるよ。相棒としては好きだしね。うん、それはいいやって言いそうだね。うん、ほら。いや、別に、好きでもないのに、そんなことしてほしくない。純情だ。うん。ただの意地だよ。意地、ねえ。かわいいね。ああ、なんか、かわいいって、いう感覚なんだね、やっぱり。またそうやって、からかって。本当だよ。恋愛対象ではないけど、かわいい子だと思ってる。うん。だから、なんでもない。おやすみなさい。何を言おうとしたのか、わからぬまま、一子は目を閉じた。話しかけても答えは返ってこず、スリープしたようだった。スリープモードか。おはよう。いい朝だね。最終日には絶好の天気だ。最終日か。で、どう過ごすつもり？まだ彼は、心中するつもりなのかな。セーブ推奨しとこう。よし、セーブできました。どっちにしようかな。まあ、セーブしたからどっちでもいけるよね。どうしようかな。水族館も、興味深いけど。自然で行こうか。海行こう。昨日、一子が言っていた海に着いた。夏ももう終わりだが、人はまばらにいる。やっぱり、水着持ってきた方が良かったんじゃない？水着。あなたつく水持ってんじゃねえの？持ってこなくて正解だよ。周りに人いる中で首輪に水着は無理。人いないんだったらいいの？いないならまあ、いや、いいのか？冷静な答えが出る前に一子は俺の手を掴んで引いた。いいところ、知ってるよ。いいところ。いい景色ってことだね。一子が連れてきたところは砂浜の外れにある岩場だった。穴場でしょ？確かに人はいないけど、歩きづらいし、なんか危ないし。大丈夫、大丈夫。どうせこの後心中するんだし。身も蓋もない。そういう問題？地元の人でも、一部の物好きくらいしか来ないと思うよ。だって、ほら。一子が指差した先には、切り立った崖があった。今晩自分たちが行く、最終目的地である。そんなところの近くで、海水浴って。ちょっと。横を見ると、一子が服を脱いでいた。お、やっぱ着てんじゃん。
服の下からあらわになったのは見慣れた水着姿である。実はこっそり着てました。残念だった。下着じゃなくて。わざと何も言わないで脱いだでしょ。正解。なるほど。いちこが水着を着ていたことでしっかりと海水浴をすることになった。いちこの要望で急遽海の家で自分の海パンと T シャツを買った。そもそも少し足を濡らす程度の予定だったのに。 T シャツ買ったの？いらなくない？傷があるから。体に？そうなんだ。うん、もう何年も前んだけど跡が残ってて見苦しいから。ふーん、私は別に気にしないけどね。そっか、この主人公くんのこと何も知らないんだよな。なぜこういうことになったのかってこともね。自分が見たくないんだ。そう。じゃあこっち来て。シャツも濡れてもいいんでしょ。岩場の向こうで膝上まで水に浸かったいちこは手招きする。転ばないように気をつけながら進み、なんとか水のある場所まで着いた。その瞬間思いっきり水をかけられた。何すんだよ。濡れてもいいかちゃんと聞いたもん。うん、聞かれたね。このやり返そうと水をすくい手が止まる。何かけていいよ。いや、いい歳してはしゃいでるみたいだなって。そんなこと言ってたらもっとやるよ。はは。またもいちこに水をかけられ自分もやり返した。思えば人生で初めての海水浴だった。明るい場所で肌を見せることはなるべく避けるようにしていたから。しかしつい追加で浮き輪を買うくらい楽しんでしまった。アラサーなのに。遊び疲れ、二人で岩の上で休む。はしゃいじゃったね。浮き輪をポンポンと叩いていちこは言った。君にあんな風に楽しめる元気があったなんてね。まあ意外と楽しかった。笑うと可愛いんだから、もっと笑ったらいいのに。もったいないよ。遠くを見つめながらいちこは繰り返した。本当にもったいない。あ、なんかもうあれだな。なんか主人公くん死なせてくれないような気がするわ。その後は二人で近くを散策したり、たまたま見つけた店に入ったりなどし、穏やかな時間を過ごした。死ぬ前とは思えないほどに。もうこの展開で死ねないよもね。食事はというと、いちこの提案で個室の焼肉店ですることになった。いちこは何度も若いんだからと言い、次々に肉を焼いてきた。まさに焼肉奉行である。個室のおかげで周りの視線はなかったが、いちこは時折、いいな、とニヤニヤしてきた。あ、自分食べれないからね。私だって本当は食べたいけどさ、吐いちゃうからさ。試したことあるんだ。昔ね。だってたまには食べたいじゃん、知ってても。噛んだら飲み込まないで出しちゃえば。そういう問題なの。おお、確かにナイスアイデア。ナイスアイデアなんだ。やるの？いちこは肉を一枚頬張ると嬉しそうに頬を押さえた。おいしい。おいしいね。本物の子供のように喜ぶ様子にこちらまで笑ってしまった。揺らぎそうになる決意をぐっと押さえながら、もう、あれじゃない？揺らぎきってんじゃねえか？夜、ベッドに座っていると、いちこが隣に来た。今晩、深夜、この旅は終わる。都会より、星がよく見えるよね。確かに。ホテルの窓からはいくつもの星が見えた。私がこっちにいた頃はもっと見えたんだけどな。減った気がする。そうなんだ。見てみたかった。見せてあげたかった。ここの星空は変わっちゃったけどさ。この世界にはまだ君が見るべき綺麗なものがたくさん残ってると思うよ。
もしかして説得しようとしてる？だよね。生きていればいいことあるみたいに。死んでほしくないとは思ってるよ。君若いし、根はいい子だし。でも生きてればいいことあるとは言わないし、言えないよ。私だって残り1ヶ月の余命を捨ててもいいくらいこの世界に絶望はしてるんだ。生きるって呪いだよね。生まれたくて生まれたわけじゃないのに、死ぬことは悪みたいにされてさ。でもなんでかな、この先いいことあるとは言えないし、君の苦しみはずっと続くかもしれないのに、生きてほしいって思っちゃうんだよな。意地悪だよね。意地悪じゃなくて優しいんだよ、こんな俺なんかに。私のこと本当に優しいって思ってくれてるなら、君はまだわずかに希望を持ててるのかもね。希望？それはないな。この旅行は楽しくなかった？楽しかったよ。楽しかったけれど、それは一子がいたからだ。仕事も親友も好きだった人も失って、家族なんてずっといなくて、金はほとんど使い切った。好きな人もいたんだ。親友もいたんだね。そんな状態でこれから一子までいなくなったとして、生きてる意味なんてあるわけがない。君の生きる意味って何？それは…わかんないよね。意味なんて持ってる人の方が稀だよ、きっと。みんななんとなく働いて、人付き合いして、世間体気にして、生きてくことで精一杯な人ばっかりでさ。それでふと事故で歯車から外れたり、ただの歯車だって自覚した時とかに嫌になっちゃうんだ。だからさ、ちょっとしたことでいい。楽しかった今日を思い出して、またこんな日が来るかもしれないって一日を生きてみるだけでいい。それでもどうしても明日に期待できなくなってしまったら、それは仕方ないのかもしれない。でも今日楽しめた君が明日を捨てるのはまだ早すぎるよ。はぁ、結局いつかいいことあるみたいな話になっちゃった。そんなわずかな望みにすがるしかないとしたら、生きるってやっぱり呪いだね。一子は困ったように笑う顔を月明かりは照らした。君の決意は変わらない？あー、そうか、セーブしとこうか。え、2週目以降エンド分岐。あー、そうか、2週目ってこと、これ終わった後もう一回ここ来れちゃうわけか。はい、セーブしました。じゃあこれで多分結末いって、その後すぐまた見れるわけだね。うん、変わらない。うん、そう。あるかわからないわずかな望みのために生きるくらいなら、一子といられるこの瞬間のまま時を止めたいんだ。うん、君がそう決めたのなら仕方ないね。それが君の幸せならそれでいいよ。立ち入り禁止のロープをくぐり、相談ダイヤルの看板を横目に見ながら、山道を二人で登った。先に人がいたら気まずいね、とか、くだらない話をしながらゆっくりと登った。名残惜しさを噛み締めるように。誰もいないよ。よかったね。崖の上で一子が振り向いていった。ねえ、抱きしめてよ。あの日、お店でしてくれたみたいに。うん。一子の背中に腕を回すと、
胸に息の当たる感触がした。ずるい人だ。好きだってわかってるのに、こんなことさせて。心中相手になるくらいには、愛してるよ。プロポーズされたら断るけど。あ、前半は嬉しいけど、後半は聞きたくなかった。恋はしてないけど、愛してる。それじゃダメ？こっちに選ぶ権利はないでしょ。そうだね。じゃあ、肯定と受け取っておこう。だから、責任取って、落ちても離さないでね。ああ、わかった。ありがとう。最後まで俺といてくれて。こちらこそ。行くよ。抱きしめ合ったまま二人で海へと飛び降りた。落ちていく風を受けながら幸せだと思った。あ、終わっちゃったね、エンドに。幸せな子。うん。なるほど。これさっきのとこまで飛べるかな？控室。今エンド見れるの？あ、エンドリスト見れるね。さっきのエンド2だったね。あ、エンド2、幸せな子。一子の苦手なものは狭くて暗いところ。そうなんだ。閉所恐怖症みたいな。あ、エンド3とかあるじゃん。まだ開始されていません。攻略方法を表示しますか？攻略方法？え、見れるんだ。まだいいか。エンド1、エンド1が一番大事な気がするね、じゃあ。うん。これ入って、ちょっと見てみる？エンド2を見た後に解放されます。最終日最後の選択肢で上を選んでください。あ、それは大体わかるわ。他のも見れるの。あ、でも1いけるな。じゃあ。行く。行くよ。あ、来た！ 2 周目だからか。ちょっと、びっくりした。生きてほしい。どうなる？どうなる？一子は生きてほしい。私はって、君はどうするの？うん。俺は生きていけるほど希望は持てない。それは変わらない。でも一子には生きていてほしい。俺が見るべきだと思ってくれた。この世界の綺麗なものを代わりにたくさん見てきてほしい。俺が持っているものは全部一子にあげるから。それで一ヶ月は過ごせると思うから。呆れた。それって結局、大金はたいて私を自由にしただけじゃん。うん。俺がしたくてしたことだから後悔はしていない。ねえ、君は一人で死ぬと。そうなるね。けど崖の上まではついてきてほしいかな。そこは甘えん坊なんだ。いいよ。死ぬ直前まで、そばにいてあげる。その後、一子に自分の指輪を渡した。これで一子が自分から離れても、首輪が作動することはなくなった。晴れて自由の身だ。やったね。なるほどね。言葉とは裏腹に、寂しそうに微笑んだ。立ち入り禁止のロープをくぐり、相談ダイヤルの看板を横目に見ながら、参道を二人で登った。一子の今後行きたい場所など、たわいもない話をしながらゆっくりと登った。この世との、一子との別れを惜しむように。着いたよ。うん。崖の上で一子が振り向いていった。暗闇の中でも海までは目がくらむほど遠いことがわかる。飛び降りれば即死だろう。ねえ。最後に、君の顔をちゃんと見ておきたいな。するりと一子は自分の前に立った。そんなところにいたら俺より危ないって。いいから、早く。なんかこれ、言われた通り一子と目が合う高さまでかがもうとした。
思いがけない行動に時が止まったように感じた。いちこが耳元で自分の名前を呼んだ。私が呪いをかけてあげる。胸を強く押され、一歩後ろに下がる。手を伸ばした時にはもう遅かった。海の上には何もなく、波紋のみが広がっていた。やっぱり。がむしゃらに来た道を駆け下りた。何度も転び、傷だらけになりながら、いちこが落ちた場所を探しても意味がないことは分かっていた。それでも探さずにはいられなかった。声を上げて泣いた。泣くことしかできなかった。水平線の向こうからは日が昇り始めていた。呪いってこれか。これは、うん。生きろってことかな。うん。そうだよね。いちこの声よかったね。そっか、多分これ、うん。エンド1だからこれ多分トゥルーエンドだよね。完全に死ぬつもりでいた主人公くんが、名前わかんないけど、多分これ生きていくんじゃない?としか思えないよね。でも、死ぬくらいのことがあったわけだから、すごい大変なんじゃないかな、この先。彼は。まさに呪いだな。あ。てる。冬の初め、交差点を歩く。大勢の人々と目まぐるしくすれ違う。皆、何か目的があるのだろう。他人を見る暇などないほどに。相変わらず自分には何もない。それでも、生きなければならない。あ、生きていくことになったんだね、やっぱり。うん、彼女にかけられた呪いを背負いながら。というか、生かされたというか、なんというかね。そんな感じだよね。うわぁ、すごく、うん、良かったですね。エンドリスト1。呪われた子、あー。いちこは星の名前に詳しい。昔はよく天体観測に行っていた。あー、なるほど。そうなんだ。他のものも、うん、見てく?でもなんか、6とか行くと、なんかバッドエンドとかだから、店の下りで、殴ったりとかしなきゃいけないような感じだよね。ちょっと攻略方法見ちゃおっか。うん。殴る。ずっと触り続ける。以外の行動をしてください。あ、これだと殴らなくて済むんじゃない?うん。これならいけそうだね、3は。4は?これも見ちゃおっか。1個1回以上、18回未満殴ってください。最低1回、殴らなきゃダメなんだ。で、5は?見ちゃおう、もう。1個ずっと触り続けてください。あ、触り続けると5いけるんだ。3と5はいけるな。6はなんか嫌な予感する。これ無理だわ。うん、これ無理だわ。いちこをずっと殴り続けてください。無理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 。ゲームでもちょっと無理。サブエピソードは?これ、エピソード1、2。はてな。よし、じゃあ、これは次回見ましょうかね。いや、すごい、深い話でしたね。それでは今回はここまで。まだ続きます。ご視聴ありがとうございました。